何？釣り行きましょうよ、釣り。ああ、行こうか。はい、今回ね、めちゃめちゃでかい巨大魚との必殺技考えたから。これが伝説の世界最強の竿が折れてもね、巨大魚は釣れる。絶対に釣れる、これは。でもこれ、竿が折れてもね、俺の名刀は絶対負けない、誰にも。カリスマスティック、世界最強の竿。あんたワールド、俺貸しとくわね、ワールドシャウラとステラのこの最強の、最強のゼニケバルは俺にはこれが似合ってる。似合ってるな、ゼニケバから。とにかく金、生きるには金がいる。金がいる。で、ワームちょっと待って、ワームは自分はこれ使います。 V テールシャッド4インチ、あなたは3インチパッド山線、3インチパッド山線、いつもの専務の大好きな。はい、で、はい、茶谷さん、茶谷山本さんは、こんにちは。こんにちは。同じですよ、専務と同じです。3インチパッド山線香、はい、じゃあちょっと探っていこうか、いろんなとこ、はい、ただ綺麗じゃない、あれ夕焼けが。めちゃめちゃ綺麗。めちゃめちゃいいね、こんだけ綺麗な夕焼け、なかなかないで、専務。これは綺麗。あんまり名前で呼んだらいかん。何が別にいいわな、なんでいかんの。これは綺麗だね。釣る今日。釣りたいっす。今で最高サイズ何センチよ。あの臆病子のあれですね。何センチ。僕ら25センチぐらいですか。25センチ、はい、俺はどっちが釣れるかな。俺これね、結構見たことないです、これ。いや、これ V テールシャッド4インチで釣れたらでかい化け物。あとこの竿見て、世界で一番すごい竿。はい、カリスマスティック。世界で一番すごい。やるよ。はい、よろしく。使うならこっちの方がいいでしょ。それはそっちの方がいい。いや、だからこっちの方が強い、俺の方が。これ多分世界で一番綺麗な夕日かも。めちゃめちゃ綺麗。うわぁ。いや、これはちょっと絵にしたら1億円レベルの絵。ね、ここをさ、絵画で切り取ってみて。ここだけで多分10億円の絵みたいな。あれはないでしょ、あの。すごいね。セブン立ってみて、かっこいいで。立ちなさい、立ちなさい。はい、茶谷宮本さん、あなたも。そんな写メ撮ってる場合じゃない。これいいね。いや、なんか3つの光がバー出てるやん。これ巨大魚釣れる前提だよ。前提って今がやれるんだよ。そうでしょ。ああ。さあさあさあ。ちょっとこの辺からでかいの入ったら出るんでね。全部打ってったら、いろんなとこ。入ってそうやな。わかんない。竿は折れてもね、釣れるんすよ。この最強の、世界で一番釣れそう。もう探っていくよ、いろんなとこね。いきなり1投目から来たりして。でっかいのが。茶会も投げてって。はい、あ、人に、あ、これ人釣り人いるか、迷惑ならんように。はい、専務どうよ、折るかな。まあ、ちょっと投げたけど。ああ。ここにいなかったら移動しようか。でも今日ちょっと外荒れとるから入ってくるかもね。そうやね。この折れた竿でもでかいのは釣れるよ。世界で一番すごい竿だからね。ねっとりねっとり探るしかない。これね、カリスマスティックのいいところは、竿が折れてる分ね、もう強烈にね、魚のねバイトを味わえるんですよ、ダイレクトに。で、ドラグはちょっと緩めにして、バイトが来た時に耐えれるように緩めにしといて。すごいいい竿なんですよ、これ。釣れたらでかいぞ、今日は。ちょっとこういう足元のもの中にいたりもしますんでね、全部打っていきましょう。まるで海みたいに荒れてるけどね、取るよ、巨大バスを。あの、ある？全くない。いや、時間帯によってでかいのが入ってくることもあるんで、いない時はいないからね。入ってると釣れることもある。来るといいね。はい、全く反応がない。バスがいないのかな。結構厳しいね。まあ、ただこれの伝説のカリスマスディックだったら、どんな化け物でも取るよ、魚がいりゃ。綺麗な光景だね。100万ドルの夜景。この絵はね、もう二度と再現されない。
高橋ブルーっていうのよ、映画界で言うと。このブルー二度と出ないこの絵は。ああ高橋ブルーよ。ヒュージがいねえかな、なかなかいない。ここ釣れた、チャガヤフ。はい、何反応ある？はい、反応ある？ないっす。ちょっと今日来てないな。そうっすね、魚が。サングラスのせいで何も見えない。外しゃいいじゃん。じゃあサングラス外しゃいいじゃん。ちゃ来てないか。これ空めちゃくちゃ綺麗だよ。めちゃめちゃ綺麗ですね。これ映像の世界でこれ芸術作品並みに綺麗だよ今日。こういうのなんていうか分かる？分かんないです。高橋ブルーっていうの。聞いたことある？初めて聞きましたね。高橋ブルーって言うんですか？高橋ブルーっていうの、この絵はめちゃめちゃ綺麗で。綺麗ですね。ああこの絵っていうのはね、ジャガイフもう二度と現れない雲の。ああそうですね、はい、あの形のあれは、ね、これはもう一生に一回しか見えないこの画角なのよ、この映像は。ありがたいですね。やばいでしょこれ。あとは釣るだけ。ちょっとサングラス外していいですかね。見たいですよちゃんと。もう外していいよ。あ綺麗ですね。釣るまで帰れんよ、はい、釣るまで帰れんって、釣るまで帰れんって釣り嫌いになるよね。そういうの。たった今ですね、ちょっと専務に強烈なバイトがありまして、おそらく60アップの答えだと思います。強烈なバイトがバチーン来たんですけど、バレました。おそらく60系今来て入ってますね、この界隈。自分は結構このテクトロ超もう全部通してくる、うん、で擦れてるから、え食ったこれ、 あ違う、結構擦れてるからね、テクトロで距離取って、もう人のね入れ替わり立ち替わり、いろんな人投げるからいても食わないっていうのがあるんで。たださっき専務の山線香にね60系ドーンと化け物、ホッコの化け物、ここホッコですからね、ホッコの化け物来てるな。これやーべえな、これあれ食った、これ食った、あれ食っとる、これ寝がかり、粘るぞ専務。さっきのバイトあれやばかったよ、あれ60あったぜつってバーンって、もうバイトっていうかもう食った瞬間分かった。俺もよかったから。動画カメラ回してなかったか撮れてないけど、竿がもううなるぐらい、ま、バサーでしょ。あ 6,、ね、6あったで、あれ6。今日はね、どうした？外が荒れとるから。ああ今日地下に入ってくるんだ、これ魚が。なるほどね、逃げてくるんだ、これあれはでかかったで。俺この間釣った50よりも二回りでかかったもん。50しちゃっちゃったんじゃないかな。あちょっと動画撮れんかったな、惜しかったけど。惜しいなあ。あれは化け物やで。竿がいいからね今日。割れとしちゃうな。行こう行こう行こう、ものすごく当たりがよ。移動しようか。夜釣りやってますよ。自分はね珍しくドライブスティック、見えるかな、ドライブスティックで行く。釣ったよ、静かに静かに、勝負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 、釣ったよ。ちょっと映ってないと思うんですけど、自分はドライブスティック、俺たカリスマスティックで、でっかいのでしか取らんよ、ドライブスティックで。さあさあさあ、カーバス狙いに行きましたよ。静かに静かに静かに、俺でつらつら。じゃあ気をつけて、その際とかおるから、静かに静かに。あおるおる、あそこおる、あそこおる、おるおる、投げて投げて、おるわ、おるおる、でかいのがおった。今かなりでかいサイズがおった。自分はこれ投げてきます。バージュシンプ全部何投げとん、山線香。今ちょっとあっちの方連れていこうかな。岸際打っていこう。今はね、夕方6時ぐらいかな。バイドスリンプ勝負早いから、シルエットがでかいからね、デカバスがいれば一発で食っちゃう。でかいからシルエットが。はい、投げずひたすらね、
あれから3時間以上投げてるんですけど、でも反応ないな。全く反応ない。たださっきバスあそこ羽田でおるかもしれない。釣れるのここ。釣る釣るまで帰れるわけねえよ俺ら。もう帰ろうよ。あかんあかん、まだまだまだやるよ。釣るまで帰れんやん。リードが逆に回っちゃうよ。でや。はい、ということでね、ちょっと真っ暗闇で見えないと思うんですけど、高橋君朝になるでこれ。あ、何時間やってんだよ。もう 6時間ですか。もう仕事せないかんねこれ。釣るのが仕事やで俺ら。釣り YouTuber は毎回坊主でも、毎回坊主やね。多いですね最近。どんだけやってもフラフラだ俺、足腰ドロドロになったし。バスがでも跳ねてるよね。跳ねてるね。ちょっと見えないと思うんですけど、バサバサ跳ねてはいるんだけど、ただ跳ねてるだけやで。暇なもんあれ濃いかもしれん。バスの暇なもん。ほんとおるんかバスなんか。体動かしただけなんだミキ。どうこのバス釣りのこの厳しさ。厳しいですね、うん、前半が僕が参戦してからはみんな釣れとったもんで、ちょっと舐めてましたね。バス釣り今日も坊主な。これ俺3連続坊主だ。俺2連続坊主だ、うん、しかもこうフルでやったもん。こっちビアボで一人で朝から晩まで完全な坊主ぶっこいとん連発で。まだ今日も坊主やん。ビアコート釣れるの？おそらん釣れまく釣れよあんなもん。運でたまたまだもんなもん。潜って取った方が早いでもバス。いや、バスを買えばいいんだよ。買って針につけて釣れたことないから。そんなの魚がおらんここ。おらんね。うちガチでやっとるから。ヘトヘトやもう。帰ろうもう。はい。お疲れ様でした。とは魚がいないここ。